殿。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か？まさか。とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ？近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ？それは言えないのか？秘密にございます。どこなんだ？ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。よし、覚えがありますか？確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに？あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした？いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った？確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼む、ユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。ユリが待っておるな。食わせてやろう。
馬がおらぬ。伊豆子へ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。
私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣でに参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える、ユリ。休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。